川村隆史、名古屋の市長です。ホロコーストにイチャモンをつける男、南京虐殺はないんだ、というネトウヨです。こんな、ウ男を市長にした名古屋市民は、反省しているんじゃないかな、と。愛知トリエンナールの展示にイチャモンをつけ、座り込みした、天皇の不敬罪、持ち出す、全く、論理をわからない男。大阪維新の松井と気が合う、その大阪はくだらん、大阪と住民投票にかまけてコロナ対策が破綻している。発狂の美容整形の高須と発狂の川村隆史。愛知トリエンナーレは天皇不敬罪だと、愛知県知事の大村さんを批判して、高須と川村隆史は大村知事リコールの住民署名を集めたが、必要な数の住民署名を集めることに失敗。その上、集めた署名は同一の筆跡がたくさん発覚。川村隆史は逮捕が囁かれる。12月7日の名古屋市長会見、名古屋市はコロナ対策の破綻を公表した。コロナ病床が満床になり、看護師さんも足りなくなった。コロナ感染の拡大に対する対策を怠ってきた。くだらん、住民リコールにかまけて一番に重要な名古屋市民の命を守る行政を怠ったのだ。一番に重要な名古屋市民の命を守る行政を怠ったネトウヨ市長の末路だ。